元、スマップの中居正広が、19日に放送された、日本テレビ系、バラエティ番組、中居の窓、毎週水曜23時59分24時54分、で、社会学者の古市憲寿氏と、爆笑やりとりを繰り広げた。今回、世直しの窓と題し、いい加減、あれ直した方がいいんじゃないの？と思う、世の中の問題点についてトーク。MC の中居のほか、古市氏、都市、タカ&都市、バカリズム、菊池亜美、山崎博士なり、アンタッチャブルが出演した。中居と古市氏はたびたびお互いをいじり、二人の、やりとりに共演者は爆笑。中居が古市氏との初対面を振り返って人にインタビューして何も聞いてないとクレームを入れると、古市氏は中居さんと初めて会った時に忘年会みたいな場所だったんです、そこで誰もが中居さんに喋りかけないんですよ、難しい時期だったからと話した。すると中居はどういうこと？難しいってどの時期が難しいの？と尋ね、古市氏が2016年の年末なんですけど、いろいろあったじゃないですかというも、いろいろって何？何があった？ととぼける中居。古市氏が年末と濁すと、そこははっきり言わないんだね。急に辛口コメンテーターがと突っ込んだ。さらに、古市氏が初対面だったのに、話聞いてないって言われて、確かに聞いてなかったからドキッとして、聞くことに夢中になって、次の質問を考えちゃって。それから全然会えてなくて、たまたま先週会えたんです。2年間そういうことがあってから会えてなかったから、と話すと、中居は再び、どういうことだよ？と追求し、古市氏も、ついに、スマップの解散ですよと発言。言わせた中居は、言うなよ、とどつきつつ、楽しそうに笑っていた。